星名正光は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、下宇佐多語藩主、後に、品濃高等藩の初代藩主となる。永六四年、甲斐、武田氏の家臣、星名正直の長男として生まれる。天正十年の武田氏滅亡後は、武田勝頼の人質になっていたのを、伊深重吉によって救出されて、徳川家康に従い、 高登城を預かった。天正十二年の小牧、長久手の戦いや天正十八年の小田原政伐にも参加し、家康の関東違法に伴って、下佐国多後に一万国の領地を与えられた。天正十九年の久野戸正美の乱の鎮圧にも参加し、天正二十年からの文録、慶長の役においても家康に従って、非前名古屋城に在陣した。 慶長5年の関ヶ原の戦いでは、東軍に属して、東東美浜松城を守備する。戦後2ヶ月ほどは、越前北の省城に常磐して、方向寺の寺木定め、酵素の収納方法を定めるなど内政に尽力した。その功績により、戦後の11月に給料に戻されて、高東藩2万5000国を立藩する。 慶長8年2月に森忠政の川中島領を預かり、松城城や飯山城の城盤を担当した。慶長11年の江戸城石垣武神や、慶長16年の江戸城、堀府審などでも、功績を挙げた。慶長19年の大阪冬の陣では、徳川方として、淀城を守備し、慶長20年の大阪夏の陣では、 天皇寺の戦いで武功を挙げ主級14を得たが、自らもやり傷3箇所、鉄砲賞1箇所を得た。このため、江戸幕府、第二代将軍、徳川秀忠から祖父、正俊や、父、正直に劣らぬ武功を受け継いだと称賛されている。玄那2年には、越後三条上場版を務めている。その後も、玄那3年の秀忠上落、玄那9年と、 寛営三年の秀忠、家光上洛に愚部し、秀忠の日光社山にも愚部した。また秀忠上洛の際、天皇と中宮野の,の二条条行行、行刑に禁止した。現那三年、秀忠の諸子で、秘匿されて、武田信玄の娘の検証院に預けられていた、雪松丸を養子として迎え、その養育に当たった。預かるに当たって、正光は承知したが、 将軍家の若君を迎えるにあたっては、内々で上位を賜りたいと、秀忠側近の老中、土井と四勝や井上正成を通して、秀忠に伝えられ、雪松のことほか、日後守るの在所へ引き取らせ、養子分にいたして養育させようと、内位が下り、正式に、星名家の養子になる。現内四年には、秀忠の上落に従った功績として、 地球郡軍に五千国を加増されて三万国の大名となる。玄和六年には大阪城番、玄和九年には伏見城番を務めた。寛永八年十月七日に死去した。去年七十一。正光には養子として弟の朝廷を迎えていたが、 朝帝とは不仲であったために拝着し、同じく弟で養子の正重も創生したため、遺言で、家督は正幸に継がせている。正幸を静着としたのは、正光生前であったともされる。性質は、真田正幸の娘であるが、慶長15年10月に創生している。高東樹、林寺信仰心の熱い人物で、城内にあった諏訪神社を庶民が、 参拝できないからとして場外に移したり、タコに近い尾みの樹林寺の中にあった遊河を観音を模造して同じ名前の寺を建ててそこに収めたりしている。秀忠だからの信任は特に厚く、そのため、正さの養育係を任されたとされる。養子の正さは、正光の恩を忘れず、松平聖を名乗ることを許されても終生星な聖を通し続けている。 ありがとうございます。